午前11時過ぎです。田村浩子容疑者を乗せた車が中央署から出てきて道警本部に向かいます。フードをかぶっていて表情をうかがい知ることができません。今日新たに死体損壊や死体遺棄などの疑いで逮捕送検されたのは母親の田村浩子容疑者60歳、昨日逮捕された娘の瑠奈容疑者29歳と父親で医師の修容疑者59歳の身柄も検察庁に送られました。3人は共謀の上、今月1日深夜から2日未明にかけ札幌市中央区南8条西5丁目のホテル客室で恵庭市に住む62歳の男性の首を切断し頭部を持ち去ったなどの疑いが持たれています。昨日の家宅捜索で一部が腐敗した状態の被害男性の頭部が見つかりました。警察は3人の自宅から人の頭部を発見、一部腐敗していましたが歯型などから被害者の男性の頭部と特定しました。一家3人が逮捕されるという衝撃的な展開、閑静な住宅街に住む家族3人は猟奇的な事件にどのように関与していたのか。死亡した男性と2人で事件現場のホテルに入ったとみられる瑠奈容疑者、警察は瑠奈容疑者が男性の首を刃物のようなもので切断し頭部を持ち出したとみて慎重に捜査しています。一方、父親の修容疑者については瑠奈容疑者を車で送り迎えした可能性も含めて調べを進めています。さらに今日、事件前の親子について新たな事実が。田村瑠奈容疑者と修容疑者は犯行前、こちらの小売店によってスーツケースを買っていったということです。捜査関係者によりますと、父親の修容疑者と瑠奈容疑者は事件前、札幌市内の商業施設でスーツケースと刃物のようなものを購入していたといいます。父と娘で犯行の計画を進めていたのか。さらに警察は母親の浩子容疑者について自宅に頭部があったことを知っていたとみて調べています。娘の瑠奈容疑者について近所の人は、小学生の時から不登校って言ってましたね。で、中学校も行けなくて一人で住んでるかもしれないけど自立できるのかなって。そんな瑠奈容疑者の父修容疑者は精神科医として札幌市内の病院に勤務。皆さんこんにちは、精神科リエゾン科医師の田村です。これから動画サイトでは心の健康について語るなどベテラン医師として信用を得ていた様子がうかがえます。浩子容疑者とも仲睦まじい夫婦だったといいます。温厚そうな方でね、人沿いの良さそうな人でしたし、仲の良さそうなご夫婦でしたから。ところが最近になって修容疑者の様子に異変を感じる声も。降りないで家の前で車に乗ってるイメージ、弁当だと思うんですけど食べてた、コンビニ弁当じゃないですかね。なんか家入ればいいのになってなんか事情あんのかなみたいな。帰られても車の中に何時間もいたりすることあるって言ってましたよ。ベテラン医師の一家に何が起きたのか、警察は瑠奈容疑者がホテル内で男性を殺害した疑いも視野に慎重に捜査するとともに、父親の修容疑者と母親の浩子容疑者がどのように事件に関与していたのかについても調べています。